フレンドカッコ仮、君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドカッコ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。まあ多分今回が最後になると思いますので、まあ最後の投稿していきましょう。これはね、もう目に見えてますよ、クリアできないっていうのが。誰ともハッピーエンドを迎えることなく、学園にはもう、うわ、人がそもそも少ない。村上先輩に会いに行くか。こんにちは。夏風は引いてる。あ、夏風の話題になってる。今年の風はどっちが悪い。そういやさ、前回夏風引いたやついたよね。英検のやつ。委員会の仕事です。暑いのに大変だろうですか。好きなことですから。でも図書室ってさ、クーラー効いてるよね。夏休みをどう過ごしていますか。いやー、まあどう過ごしてますかって言われても、それなりに毎日女の子には会ってるけど、特に進展はしてないよな。夏目さんと仲いいんだね。いろいろなことがあって。てかさ、バイトの話どうなったの。まあイベントが進んでないから進んでないと思うんだけど、まあバイト断ったのかね。そうすると、あなたも楽しい思い出がたくさんできるといいですね。あ、もう行かないと。それでは失礼します。さようなら。さようなら。なんか今聞くと悲しいな。じゃあクロエさんのところに行きますか。おお、本当に久しぶりだよ。お元気でしたか。これあれなのかな、ちゃんとそういうのを把握してるのかな。何日間会ってないから久しぶりですねっていう会話が出てきた。やることがたくさんあって、毎日毎日過ぎるのが。確かに最初45日もあるのかって思ったけど、あっという間に過ぎてきましたね。だから頑張って楽しもうと思ってますよ。あなたは2年生ですから、受験もないのですよね。あれ、何ってことはクロエさんって先輩なの。遊びもいっぱいした方がいいですよ。マジか、知らなかった。8月28日に来て新たな真実が。クロエさん実は先輩だった。いや今まですげえ失礼してたな。じゃあ次からはちょっとクロエ先輩って呼びましょう。自分の夏を楽しんでください。いやもう夏はだから終わるんだって。29日。いない。いる。もうなんかいるけどさ、いるけどさって感じだよね。あ、これか。やっぱりそうだ、ようやく会えた。実はね、さっきも新しいイベントが始まるとおってなるけど、あとはまたこういうことの繰り返しですからね。探してたの。そしたら遠くに見覚えのある後ろ姿がね。見つけられてよかった。え、なんでわざわざ探したのか。あれ、そういえばなんでだろう、なんでだろう、なんでだろうって感じっすよ、もう。こっちもでもこうして会えて嬉しかったよ。え、ああそうだね、確かにこの夏休みは何度も会ってるけど、でも偶然会えたっていうのが嬉しかったんだ。予定だ。そのさ、偶然、何回偶然会ったの。実際さ、この夏休みさ、桜井さんと何日会った。その日数的なものとして、もうさすがにちょっと分かんないですけど、多分3分の2くらいは会ってると思うんだよね。あとはこっちに村上先輩。学園ってどうなったんだ。あ、そっか、この2人か。村上先輩だな。あなたですか。こんにちは。今日もいいお天気ですね。まあ確かにね、天気の話題ばっかりするけどさ、このまあ夏に雨が降るっていうのはまあそうないと思うけど、毎日晴れたよね。もうここまで来たらさ、どの選択肢が好感度上がるかっていうのでいいでしょう。これね、植物っす。ほらね。あ、押し花作ってんだ。どんな押し花を作っているかですか。
朝顔や桔梗の押し花などでしょうか。なるほどなるほど。俺ただ花はねよくわかんないんだよね。季節を感じられて読書が楽しくなりますよ。この夏休みにはひまわりの押し花に挑戦してみたいですね。初めて作ってみるので少し不安はありますけど。それでは押し花なんてみんな一緒じゃないの？同じように作れば同じようにできるんじゃないの？そんな単純なものじゃないのかな。30日、残り2日。学園には椎名さんがいるね。桜井さん OK。 なんかもうここまで来るとさ、もうどうでもいいんだけど。あ、質問だね。まあもう質問はあれだね、どの選択肢が好感度が上がるかの調査のみ。声をかけたってことは何か用事なの？私に聞きたいことがあるの？何？これはもう確実に委員会。屋内放送をしてるとついテンションが上がっちゃうことがあって、いつもよりたくさん話しちゃうことがあるんだよね。ってことはちょっと攻略するときはあれですね、もういたら絶対声をかける、まずで、まあ選択肢はもちろん上がるやつ。そう考えると結構厳しくないですか？放送とか実況とかが大好きだ。別に俺も今回のやり方でそんなに、いやでもメインとなるイベントで結構わけわかんないこと言ってたからな。あのデートの時とか優勝できねえよとか、あと師匠の意見に同意してたりとか、あそこら辺なんだろうな。多分イベントで結構ね好感度って上がる率がね高いと思うんですよ。まあそこをね、まあでもそういうコンセプトで今回は行くっていう話だったんでしょうがないですけど、だこれが婚活偏差値39の実力ってことっすよ。誰も落とせない結果的に。でもさ、この夏は確かにね、誰とも仲良くなれなかったわけじゃないけど、その誰とも進展はなかったけど、これなんだ趣味だな。まだだってさ、2年生の冬があるわけじゃん。次のイベントって言えばクリスマスっすよね。要はクリスマスまでに仲良くなればいいわけでしょ。まだまだチャンスはあるよ。いや実際チャンスはないっすよ。チャンスはないけど、普通に考えると次の冬休みで春休みと来るわけだから。だってさ、これだけさ、こう女の子と仲良くなってるんだよ。この先まだまだいけるでしょう。翌日はいつもより気持ちよく目覚められたりします。もしお疲れの時は言ってくださいね。おすすめのアロマキャンドルをお教えしますので。あ、すみません、この後予定が入っていました。こいつ部活やってたか、そもそも。大会の話とかどうなったんだ。体調には気をつけてくださいね。31日最終日。一応さ、カレンダー的にはさ、夏祭りなんだよね。俺には誰も一緒に行く人がいないけど、最終日。いやーこいつはいいや。うわー、最終日しょっぱいなこれ。最終日なのにしょっぱ、どうしよう。前半にじゃあクロエ先輩のところに行って、で最後はゆうきちゃんで終わりにするか。あれ、結局久しぶりに会った気がしますねの会話になってる。お元気でしたか？この前会っただろう。毎日楽しんでますか？私はいっぱい楽しんでますよ。てかクロエ先輩も受験勉強してないよね。みんなもう進路決まったのか。いいなそれはそれで。ぼーっとしていたらすぐに終わってしまいそうで。これって確か早いと夏くらいに決まりますよね。違ったっけ、なんか推薦とかだと。あなたは2年、じゃあ推薦そのものが夏とかに決まるんでしたっけ。なんかもう高校生活忘れちゃったな。自分は普通に受験したんで。遊びもいっぱいした方がいいですよ。一度きりの夏ですから。まあ確かにね、高校2年の夏は一度きりだけど、夏はまた来年も来るし、大学生になっても夏は来るんで、まあ、余裕っす余裕。あなたも自分の夏を楽しんでください。
さあ最後はゆうきちゃんのところに行きましょう。先輩じゃないですか。今日はどうしたんですか。いやどうしたもこうしたもねえよ。ブラブラお散歩。本当だよ、ブラブラ散歩することしかねえよ。夏休みを満喫、ね、満喫か、満喫といえば満喫だけど、満喫してないといえば満喫してないよな。スケジュールがぎっしりなんですよ。そんなの初耳だよ。夕方までお洋服を作っているんです。いろいろな部から学園祭用のコスチュームを頼まれてて、毎日すげえな、手芸部って結構すげえことやってんだな。とっても充実した夏休みを過ごしてます。手芸部に入って本当に良かったです。そろそろ行かないと部長に怒られちゃう。あの部長怒るんだ。なかなかあんまりそんな感じはしないけどな。先輩も有意義な夏休みを送ってください、ね、それを今日言うか。ではさよなら。あ、さよなら。そうだね、もう新学期になるね。いやーマジで新学期始まったわ。あれ、まだ残ってたの？先生どうなったの夏休み、まあ、先生は先生で仕事があるから、まあ、生徒ほどの休みがないにしても、充実した毎日を送れたかな。そっか、今年はやっぱり最終目標は夏祭りなんだな。でも大丈夫、実は先生も言ってないから。マジか、でも立花先生だったらさ、男に声かければさ絶対大丈夫だよ。どう、ちょっと先生と生徒の禁断の恋なんて。俺全然 OK だよ立花先生。いやでもさ、高校生とさ、まあ、例えば新任1年目だとして何歳差なんだ、ちょっと今そのまま算出するのはわかんないけど。そうそう、それより夏休みの宿題だよ。でもね、女性がかなり年上っていうケースもまあそこそこ珍しいっすよね。男性が結構年上で女性が年下っていうのはまあよく聞くんすけど。宿題終わってなかったのか。そりゃそうだろうな。宿題全くやった記憶がないからな。はい、というわけで、まあ婚活偏差値39の男がそのまま、恋愛ゲームをやると誰ともハッピーエンドを迎えることなく終わるという結末になりました。まあちょっと次回以降はね、まあ、本当にキャラ絞って攻略を目的にやっていこうと思いますので、今回については、まあ、一旦最終回ということで、まあ、エンディングになるのかな。流れてますけど、これあれかな、左に出てる写真がそのままイベントみたいな感じになるのかな。まあ、ちょっとこのまま見てきますか。あー、夏祭りっぽいなー、これ。桜井さんのだってリンゴ飴食ってるよ。これ何してんだ。てかこいつのことさ全然わからないけどさ、部活とかやってんの。やってそうではあるよな。何なんだ。次どうしようかな。桜井さんはちょっと少しイベントが進んだんで、もう一回初めからやるとちょっと最初の方がかなり被っちゃうと思うんですよね。で、一応三股理論で言ってた三股理論ダメだったけど、三股理論でやってた椎名さんか村上先輩のどっちかで進めていこうかなと思います。もう次はね、完全に的を絞って攻略メインでやっていくので、まあクリア目標ということで、まあ、どっちでやっていくかは、まあ、次始めるときまでには決めておきましょう。まあ、それかコメントでいただいても全然大丈夫です。ちなみに、他のキャラでも全然いいですよ。コメントしてくれて。まあ、ただ絶対やらないのは、モノクローム。モノクロームだけはもう絶対、どんなにコメントが多くてもやらないっす。これで終わりかな？てか、普通に最初に戻った。というところで、
婚活偏差値39の物語はこれで終了したいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。